皆さんこんばんは。今日は名古屋港に青物を釣りに来ました。日本中の皆さんどうもこんばんは。自分の名前は高橋行人と言います。今回、巨大なブリを狙いに、青物を狙いにやってきました。名古屋港界隈、今日、12月3日ですか。めちゃめちゃでかいの入ってきてるってことで、まあ記録級の魚ね、小さいんじゃなくて、サワラなら、もうサワラもブリも記録級の巨大なのね、狙ってきます。おちゃん釣れるといいね、今日。バキエモノ一匹とりあえずね、運にも左右されるけど、いや釣れると思うよこれは。重たいっすよこれ。重い？何キロ？もうバチバチだね。バチバチで青物釣り以外のがいっぱい入ってるんで、ね、シーバス用のルアーとかも予備が重要だからね。何でも釣れるようにしてみました。今回ちょっとここ気をつけてね、はい、ここ危ないんだ。怖い。いや俺高所恐怖症。怖い怖い。これ落ちたらマジで。いやいや、いい、取り入ったらいいじゃん。怖い怖い怖い。菊池さん怖い。助けて。大丈夫ですか、神さん。高所恐怖症。怖い。ああ怖い怖い怖い。危ない危ない。すぐこけるから。よしよし。あ、これですっぽ抜けないよ。あ、そうなんだ。あ、ボートだったら大丈夫だと思う。まあちょっと今日は風が強いのかな。風そんなよく強くない。風はそんな強くない。大丈夫。雨も降らないそうなんで、小川船長よろしくお願いいたします。お願いします。今日はちょっとあのどんな感じか教えていただけると。今日は、はい、青も狙いますよね。あ、一応午前中の油は本当ですか。あ、今釣れてますか。やっぱはい、ナブラがあるからブリとかサワラがでかいのが今。サワラとかもワラサとブリでしたね。ワラサとブリ。ワラサとブリ系ですか、神さん。ブリ。サワラはいないんですか。サワラは。あ、でもでかいのは釣れる可能性があるという。よろしくお願い。よろしくお願い。サワラ買ったのでリベンジ。そう、この人ね、あの切られちゃってる、サワラ。切られちゃったよな。あれワイヤー持ってきた。ワイヤーいらん。いらんかな。太めのリーダーの方が。ワイヤーだとな、あの水悪くなりません。ワイヤー水悪くなるっていうよりもルアーの泳ぎが悪くなりますね。あ、それでか。そういうことか。ルアーが悪くなるの。じゃあ、あなたどっちにする。ワイヤーなしで行こうか。そうだ。じゃあ俺だけワイヤーつけてみるわ、ね、でワイヤーなしワイヤーあり検証 で、ね、検証で。おちゃんはつける。僕はつけずに行きます。 okay、 いつもつけてない。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。腹ごしらえ僕してイカフライ食べながら。リーダーちょっと、じゃああなただけ組んでもらい。うん、うん、心配性だから。何ポンド、何ポンドがいい。あ、持ってない。30ポンドでじゃあお願いします。おにぎり食べさせ発見で、これ今回は菊池さんがあのワイヤーリーダーつけるとどうもルアーの動きが悪くなって聴覚が落ちるそうなんですけど、検証で。菊池さんはワイヤーつけないんだね。菊池さん、ルアーの動きをあなた優先して、僕はワイヤーリーダーで狙ってみます。どういう差が出るか。ちょっとでも取れるようにしたいから。まあただ俺は本当に記録級の魚が切られちゃうから歯が強い。サワラだったの。サワラあんまいないですよ。いる。何があるか分かんないから、ちょっと僕はこれで P 直結でいきます。菊池さんは何、あのリーダーがやっぱりまだ不安だから小川船長に最強 FG を組んでいただくという、うん、自分のこうね電車結びじゃん、うん、そうだな。一番大事な時にすっぽ抜けちゃうから。あなたのはブラックバスだったら大丈夫だけどね。そうだ。あとルアーも重いから、うん、やっぱり下手な結びだと切れちゃうことあるからね。すっぽ抜けてだんだんやっぱ弱ってくる。投げるために。そうやっぱり。何号つけたの今度は。5号。 OK。 じゃあちょっとお前突っ立って。多分釣れるで。まあ今日誰かもう1匹出れば、ね、1匹出ればいいですよ。おーちゃん、そうっすね。1匹 こんなのマリア系しますか、神さん。それ食べようよ。ということで私も FG ノット結べないので小川船長に今リーダーを組んでもらってます。おーちゃんはどうなるの。リーダー組んできた。組みました。 FG? FG
じゃないです。僕はグル、なんか適当グルグル。何これ、でも FG っぽいよ。 FG ではないんです。 FG は結び目作らないんですよね。これは何、おーちゃんノット。いや、なんか名前あった気がします。でもめっちゃ強そう。なんかハーフヒッチでいっぱい締め込んでいくやつ。あ、このワイヤーリーダー、一応船長さん、これ小川さん、ワイヤーつけると動きが悪くなるってことなんですよね。だから超過が落ちるけど、バレにくいのはバレにくいですよね。小川さん的にやめとけ。どうかな。あ、そうなんだ。そんなに超過変わる？あんま変わらんっちゃ変わらんけど、その、うん、動きが悪なる時もあるし、ルアーにもよるかな、ね、あの小川さんはもうつけない派。つけないですね。あ、菊さん、つけない派だった。そうだな。じゃちょっと俺は検証で、せっかく買ったからワイヤーつけてみる。何使う気？なんかやる気満々だな、お前。まだ現場に着く前からこんなつけちゃって。この間釣ったやつか、菊池さん。この間釣ったやつじゃないか。あ、ちょっと俺はね、浜王で釣らないとさ、ダメなんだよ。そう、今日は釣るぞ。今ね、現場に入って今青物の群れをさらしてる最中なんだけど、おーちゃんさんも菊池さんも釣りの腕は結構あるんだけど、まあ俺と比較したらちょっと相手にならないんで、今日はね、俺が背中で釣りを教えるな。菊池さん、今サワラが結構入ってるみたい。入ってる。お母さん、何が、お、ワラサ、ワラサが、ブリ。ワラサ。よっしゃ、投げろ。後ろ気をつけて。競争ですか。今は映ってないですけど、まあ、ちょっと沈めてもいいし、水深は17ですか。17。浜王の動き見て。今日はね、本物の釣りをね、背中で教えます。じゃあやれるといいね。やりたいですね。いや、やる、やるしかない、ここは。取るしかないよね。もう、バケモン取るために我々生まれてきたんだね。今日何のルアー使うの？タコシチュン。いけるそうだな。タコシチュン。でかい魚いねえかな。おちゃん、ルアー変える？ルアー変えます。サムライジグです。青物釣るんだったらやっぱサムライジグが最高。30グラム。すげえんだこれ。サムライジグだけ投げときゃいいんすよ。そうなんだ。そうです。自分が本物のね、青物釣り切りますわ。ちょっとおちゃん手を見せてくんないかな。はい、手ですか。これでなんかおちゃんポーズとかないの？なんかさ、いつも生物観察の鬼です。どうやってやる、はい、こうですやって。こうです。生物観察の鬼です。鬼です。鬼です。こうです。さっきからナブラが連発して投げてんだけど逃げるんだよね。もうだから今のブリはハイブリッドで、船を見たら船を気づいて逃げる。そこを狙うっていうね。キグさん、どう？おるおるおる。お母さん、いますか？ブリ目の前で跳ねたけど、お前今日ブリ、ここのブリすれとる。あ、すれとる。すれとる。行ってないとこも。じゃあ船見たら逃げるんだよ。頭いいんだよ。頭めちゃめちゃいい。今ナブラがブリとかベイトが逃げとんじゃねえか。分かんない。この界隈に今な、ブリが300匹ぐらい泳いどんのよ。どこにおるか分かんない。お母さん、どんな状態ですか今？潜れた時撃つとこ逃げ、撃つとこ逃げ。何変える？サゴシカッターか。おちゃん、ルアーは何やってる？今はこれですね。これは何？デュエルのヘビーショット。デュエルいいね。ヘビーショット。来たか？帽子飛んだ？マジか。おじちゃん、かぶっといて。はい、いや、あの後ろ向きで頭に引っ掛けたらさ、この間やっちゃったのよ。ヘビさんの頭に、帽子にこれ直撃で。
マジか。マジか。ちょっと落ち着いていこう、落ち着いて。あ、来た、食った。食った。食っちゃったな。食った。よし。これ、ちょ、でかいでかい、やばいやばい。食った。ちょ、もう、出すぎちゃって。やばいやばいやばい。やばいやばい。おし、浜尾。やった。おやし。やばい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 。ちょっとこれ、お母さん記録いったかもしれないです。手で分かります、感覚で。ちょっとどうや、やばい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 って、ドラゴン止まんない。おい、これでかい。食った。おい、どうしてバレそう。身長言ってください、カメさんは。いけると思うよ。僕はね、巨大魚との格闘に慣れてるから冷静に。あー、いけるいける。まあ、しばらくかかる。電話が鳴った。近く、いけるいける。なんだ、ちょっとやばいね、これ左腕が疲れてきた。頑張ってください、カメさん。まあ、寄ってきたよ。どうだろう、あの、寄せてる寄せてる。うわ、これ手が疲れてきてる。エクスプライド。あ、こっちこっち、来た来た来た。ここで来たんすよ。切らないと。これ菊池やったやろ、喜んでくれ。食った。ちょっと小川さん、やばい、食った。ちょっとお前食ったんかって聞いて。食ったんか。食っちゃー。食ったんか。これ手が重い。ちょっとこれやばいですね。確かに筋肉痛になるわ。まだしばらくかかるかな。でかいんですかこれ。まあ笑わさじゃないですか。70ぐらいだ。いや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 。いや笑わさじゃないけど、これ記録級だよ、ブリだよ。いやいや、ちゃちゃちゃ、この。この聞いたんだから。いやいやいや、これちょっと物が違う。これ70超えてる。あの時もブリブリ言うとって。いや70超えてる、これは。これ70超えてるわ。だってさ、寄せるのにさ、1メーターずつこうやって。これブラックバスの日じゃないね。バスならもう30秒で上げてる。60でも。あ、でもバスの世界記録10キロはこういうことか。でも、トリックスがあってもスピードがないですからね。違いますね。いや、青物はやっぱすごいんだわ。そんな出ないよ。結構ドラグきつめにしとんだけど。いや、これ鯉より引くよ。鯉の85より引くよ、これ。ですよね、小川さん。僕85ぐらいの鯉釣ったんですよ。ここまで引かなかった。上がらないもん、これ。ちょっと日本記録いってないですか、小川さん。ないですね。絶対。まだ失敗。あ、いいですか。ちょっと弱かったですか。ちょっと、いや、これ地べたに張り付いて動かないよ、これ。菊池さん、これ。いや、違う、今地べたに張り付いて。動かないぞ、こっから。これ、おばさん、あ、こうやってやればいいんだ。これ、ポンピングですね。でも、下手にポンピングするとポロッと出る。ですよね。いや、今ね、地べたに、あ、浮いてきた。浮いてきた。今、地べたに一時。いや、浮いてきた、弱ってきた。でかいですか。これね、自己記録いった。でかいか。でかいよ、これ。あ、危ない。切れる。大丈夫ですか。ドラグは回してます。大丈夫ですか。はい。じゃあ今の引き込みはちょっとこれやばいぞ、やばい。ブリちょっとこれ、菊池のブリより絶対でかいぞ。これ70超えてるぞ。もうだってもうちょっと早かったやろ、お前上がるの。いや、俺の方がうまい。あ、竿がボロい。俺の方がうまいんだよ。いや、違う、これ重いんだって。お前すごいんだよ、お前。いや、これ盛り上げる番組がお前嫌な感じになるだろう。あの、みんなのやったなってしないと。ちょ、王者やばい。帰って、神様。これ上がらないもん。ごめん、
多分日本記録いってると思う、間違いなく。ふぇーし、ヒラマサだ、ヒラだ、ヒラ無理、ヒラ、ヒラだ、ヒラ無理、80いってる、無理や、無理でかい、無理だこれ、こっから熱っこいんだよな。そうなんすか、まあ、命の取り合いですからね、こいよ、俺は、うわー、ちゃーうわぁ、でかい、これは来たなぁ、ハマオフィッシュ、肩口吐きまくり、うわ吐いた、すげぇ、うわやばい、これやっぱりこれ、お母さん何センチぐらいですか。80あるんじゃないですか。84キロだ、4キロありますね。4キロは全然ありますよ。おお、 4.5 キロ。よっしゃ、このために。ブラボー！重りを買ってきたんだよ。ブラボー！ちょっと、めちゃめちゃ入っとるやん。これ食べれますよね、お母さん、これ。食べちゃった。いやいや、いや、アジこれ食べれるよ。見てこれ。いや、全然臭くないよ。だって刺身でいける。このまま食べる、お前生で。これ今日食べたやつですよね。今日食べたやつですね。だってこのアジがまだ消化が、内臓から消化されてる。お母さんありがとうございます、釣らせていただきまして。はい、ちょっとね、手が筋トレ、筋肉痛。80きた、でかい、やったー、きたー、ありがとうございます。お母さん、これ本来なら天ぷらにしてね、これ持って帰ってYouTube の企画的にはさ、ブリが入ったヒラマサ天ぷらにして食べてみたって、これ。やっぱり浜王か。やりましたよ、神様。スナックレス猫、菊池さん。スナックレス猫。スナックレス浜王、お母さんありがとうございます。浜王やばい。あ、ブリブリで、みんなで同じとこ投げたじゃん。で、4人のルアーが来てて、俺のだけ食っちゃうんだもん。浜王だよ。今から菊池さんにね、ブリの釣り方を教えます。キューザー釣れるで、ナブラ打てば釣れるんだよ。ああ、おーちゃん、はい、ちょっともうそろそろ出るね。そろそろ出ますかね。ああ、一人一匹ずつ目標は出したいですね。ああ、筋肉痛になってる左腕が。明日が筋肉なった、なるかな、わかんない。結構もう一匹やりたいね。ほうほう、もう一匹。あの8号の時とか結構なったじゃん。なったな、あれは。あれは重りが重いもん。さん、言ってなかったけど、今回の企画知ってる？知らないよ、何？今回子供たちに夢を与えるための企画なんよ。夢を。ああ、不可能を可能にさせる。やったな。ああ、うん。こっから夢を与えるための毎日頼むよ。何のことや。するんだよ。ちゃん、はい、なんか喋って。なんか甘くないっすね。甘くないね。胸も甘くないっすね。ちなみにこの間王ちゃんと菊池さんのやらせ動画撮ったじゃん。はい、あれだけ36万再生になってる。でコメントで王ちゃんじゃねみたいな。青物っていうのはね、あのまあブリはまあこのぐらいで、夕方になるとサワラ界隈が上がってくるんでね。まあ、そこら辺でちょっとサワラ、メタキのサワラちょっと狙っていくよ。じゃあやっぱ青物の巨大界隈はギャンブルと一緒だね、これ。いやー、ギャンブルですね。パチンコで言うと一発だよ。この界隈もでかいの入るよね。カモが飛んでるで。これが浜王だ。青物はギャンブルだね、やっぱり。いやー、きついっすね。飛んだって、おるって。サワラーし、やった、やったやった。今白いの、あ、鳥が浮いとる。マジっすか。ナブラまで、ナブラまでいかん、単発のボイル。ブリが薄いんですかね。サワラかブリかなんですか。あ、完全ブリ、ブリだと思います。ブリ
しぶきはでかい。じゃあこの辺にいるんだ。いや、ありますか。よし、ミドストがいいのかな。じゃあミドスト来た方がいい。もうどっちわかんないね。青物全くわかんないもん。中層に泳ぎながら、うん、聞こえてくるんや、音が。当たった。当たったか。乗らんかった。なんでろう。どういうことだろう、乗らないと。お母さん、あ、俺と一緒やんだから。噛んだけど針にかからんかったやん。おるやん、唯一の。ここ運だよ、もう運。あなたがついとるわ、これきっと。嘘言うな。あ、ついとるかもな、キワが。クククーンって。来た。ハマオフェイス。ごめんね、みんな。ごめんね。フェイス。でかいか。みんなごめんね。でかい。ハマホなんすよ。やばいやばい。でかい。ちょっとこれでかくて、お母さんまだ記録です。記録来ちゃった俺。ハマオ。フェイス。食った。食ったんか。食った。でかいんか。これ。いや、さっきの引きよりだいぶちっちゃい。わかんないけど。寄せてきたら多分大暴れですよ、大佐は。食っとる。ハマホ。乗った。でかいんか。来た、ハマホ。超過に差が出るハマホ。あ、本当だ。でかい。ちょっとドラキツ。いや、ひ。ハマホです、ドラガモ。いや。ボイボイ投げろ投げろ。投げる。投げて投げていいよ。これお母さん。やっぱハマホだけですね。ハマホだけだ。これね。ハマホじゃないと釣れんか。ハマホ以外当たっとるんだけど。いや、ハマホはね、乗せれるんすよ。乗せれるんですよ。あ、確かに近くに来たらめちゃ引く。寄らない。何これ、さっき寄ってきたと。あ、確かに。めっちゃ抵抗するんですよ。あ、確かにちょっと大きいかも。あ、本当だ、やばい。やばいやばいやばい。これサワラですか。サワラですね。やった。何センチですかね。いやー、まだ見えんもんで。まあでも80ぐらいあるじゃないですか。うわ、これはやっぱり触ら。うわ、見えた見えた見えた。でかい。でかいぞ。でかいぞこれ。でかいぞ。見えた。記録来た。見えた。あるんか。こっちの記録いった。記録。これちょっと。でかい。寄らない寄らない。そこそこ投げ投げ。目の前投げ。はい。ワイトルワイトル。ワイトル。これ最後抵抗するんですね。わかるんですね、やられるっていうのが。あ、おー、暴れますね。でかっ。うわー、たー、やった、でかい。たー、ブラボー、ナイス。ブラボー。これでかいですか。でかいですね。これ何センチですか。95ぐらいあるんじゃないですか。95。ハマオ丸飲み。ちょっと今感動しました。すごいっすね、感動。やった、菊池さん。ハマオばっくりいってるじゃない。ハマオ丸飲み。ハマオばっくりいってるじゃない。ハマオ丸飲み。90センチ超え。これ何キロですか。これもまあまあ。サワラ。サワラの最強焼きと刺身できる今日。サワラに噛まれてみたってやってみ。嫌だよこれは。取れました。ああ怖い。どうやったらいいの。ちょっと待ってください。ちょっとサワラ、ごめん。サワラ怪我する。これちょっとやべえわ。グリップで生きていかないと。これちょっとやばいやばいやばい。あ、すいません。やっぱお母さんいるんですね、サワラが名古屋に。あ、ここ三重県ですか。三重県。三重県にいるんですね。名古屋高校から出て、待てよ、20、40。
これ90ぐらいありますね。こんな牙なんだ。独特のサワラの匂いがする。匂う？匂いますよ。あ、本当だ。ワイヤーなかったら消えた。ワイヤーあったからよかったんですね。キムさん、ワイヤー作戦成功だ。ワイヤーもう丸飲みしとった。うん、このワイヤーでもう丸飲みしとって、はあ、誰かサワラ、はい、モテる人いますか？モテるっていうか写真 OK。 ちょっと聞く。今回僕はね、なんで釣りに来たかっていうのはもうこれだけなんですよ。浜尾の反則です。いやすごいっすね。浜尾、あのいろんな今日本にいるはあるんですけど、これよりあのもちろん欠点あるんですよね。こう絡んじゃうっていう。ただそれはフックを変えたらなんとかなりませんか。そうですね。このただ食わせ能力がすごいですね。今日本で一番です。歯型ついてません？神様、あ、神様なんかちょっとこの辺、うん、さっき釣れたから。いや、さっき釣れたです。ありがとうございました。ありがとうございます。釣れましたね、小川さん。ちょっとすいません、やりましたね、神様ね。え、今日ちょっとでかいの高橋デーだったみたいで、浜尾が良かったのかな。でかい、でかった。これね、うわー、8あるでしょ。8、10ぐらいかな。これ重さ測っていいですかね。はい、よ、ついたね。なんぼですか。4.34。4.33。4.3。まあ4.3キロ。4.3キロ。4300。ナイス。食べきれないぞ今日。ナイス。刺身と天ぷらと。ブラウン。オッケー。ブリはブリがあるんじゃないですか。大丈夫か、できるか。どうすか。持ってみろ。重い。待てよ。5キロ。おお、5キロ。テンパウンドオーバー。5.05 キロ。テンパウンド。やったね、キルさん。やったー。滑る滑る。持てる？滑る。めっちゃ滑る。逆にしてほしいかな。もうこれ以上持てない。滑る。あ、できてるやん。オッケー。ちょっと。菊池さん、これが獲物だ。もっと下がってくれんと。足元気をつけ。ナイス、菊池さん。今回撮影前に言ったんですけどね、背中で教える魚の釣り方を。これがね、サゴシ買った。これめちゃくちゃ綺麗ですね、サゴシの。この鱗、うわっ。いや、ちょっと菊池さん、美味しそうな。嘘やろ、ちょっとインスタ載せよ。これはうまいぞ。これは何？うわ、しそ餃子、生姜餃子、ニンニク節を。これ四川味噌ですね。いや、辛いかな、おちゃん。どうでしょうね。四川味噌ラーメン、やっぱラーメンうまいね。ラーメンうまいですね、うん、このピリピリ感が。四川さん、帰ってきたのはいいんですけど、でけえから。でかいね。待て待て、20 40 60 80。ここで5 85。これで測ろう。これで全然測れないから。これ51までだから。これ50な。もういいよ、ここで測って。ここの85ぐらいある。ここが先とするならね。すごいね、めっちゃすごいね。これ姉ちゃん食べる。今がちょっとさばいていきますんでね。もう新鮮だからな。何時間前に釣ったら？3時間前か。はい、まずね、鱗を落とします。こうやってね、まあちょっとしかないですけど、こうやって。ちょっといたずらやめて姉ちゃん、いたずらやめて。料理してるから YouTube 動画投稿してる。はい、これね、こうやって鱗をね、ですよ。そんなにないですけどね、こうやってこうするとサワラっていうのは鱗が取れます。こうあるじゃないですか、サワラって。こうあったら
手の鱗でしょ、手の羽ね、おうこうして羽ちぎるの、どっちだったかな、どっちだったかな、羽じゃなくて首いくんだ、うんうん、今 YouTube で見てモノマネしてる、おう初めてやってるさ、初めてか、サワラ見るのも俺初めてに近いからな、はっきり言ってな、見て油がめっちゃ乗ってるらしいから楽しみだね、まず切断面ね、おお。これちょっと後で煮付けにします、ここの内臓をうまく取れば、うまく取れるね、取れるか、うん、これ何これ、なんだこれ、食べれるんじゃねえか、うん、胃とかも食べれるって書いてあるか、うん、胃とか心臓も美味しいんだって、へえ。ちょっと俺ら素人だから、うん、ちょっと怖いな今回は、うわっうわっ、ごめんね、ちょっとこれも多分 うまくやれば食える、うわすごい、何これ、でこれでもう綺麗になったでしょ、でこうなったら、あ割となんか分かりやすい構造だね、うん、あんまりないのよ、うん、さっぱりしてて、もここね尻尾の穴、ケツの穴、うん、こうやっていった、いった、虫が出た、指から切った、ここ、ここ、あ包丁じゃなくてそれか、ちょ動画映したんけど、今ここに左手が刺さって今流血しました、だよな、でこれで一回洗う、まあまあいい、これがここになんと今書いてあったんだけど、皮膚の表面はなんとか菌がおる可能性があるから、うん、まあやるたびにまめに洗いましょうと、これね、でこうやって見割れしちゃうの良くないんだけど、まあちょっと素人なんでね、何サキスじゃねえか、でこうやったらちょっと素人が始まる、ここ気をつけて、トゲが、トゲ気をつけろお前、ここに、身のとこに、うん、で、骨があるじゃん、ここに、うん、包丁も気をつける、包丁もここに、こうやって取って、仮入れの仮歯を入れてあげる、仮歯ね、仮歯ね、うん、じゃあ危ないってめっちゃ骨に当てた状態でこうやって結構できてできた、うわこれね、ああでまずここはもうちょっとがものすごい汚い下手な、うわであとはもう一緒ですよ、うわ油がすごいんじゃないかやっぱこれ、油がすごすぎて皮が引けてない、うわすごい、これすげえぞ油、すげえ、うわなんだけど新鮮だからね、ないんだけど骨があるか、うん、もうこんだけで多いから、うん、で刺身にして食うのは、うん、もうこんだけで、もうこれもちょっと後で焼き物にして、刺身は油が乗りまくった超美味しいサワラポン酢かけて食べよう、かけるよ、もうガーッとかけてやって、じゃあいただきます、ちょっと食べてみろ、生まれて初めて釣りたてな、どんな味がするか、臭みとかないと思うんで、いただきます、うまいじゃん、うまいな、油とかトロ食ってトロだな、いやマグロのトロだ、トロだなこれ、うわこれは上質なトロだ、うまいな、そらうまいだろう、だってすごいなこれ、ご飯がないと食えない、うん、ご飯に刺身かけたり、うん、めっちゃうまいみたいなね、あの三重県の津の沖のはこれ5万円だって、これ一切れ500円ぐらいするからな、柔らか、うん、めちゃめちゃ柔らかいし、取りたてで柔らかいんだね、コリコリしてないんだね、だからこれね醤油捨てて味ポンしかないのがちょっと、うん、ちょっと味ポン足りないわ、なんか油がすげえ、うん、ただ正直うまいよなこれは、うまいうまい、嘘冗談抜きで、うん、美味しいね、うん、あとこれちょっと焼き物とかにしていこう、うん、いいじゃん、うん、なんか俺サワラの印象変わったわ、サワラってあっさりしてるね、うん、最強、まあね、あっさりしたもんだと思ってたら、うん、全然濃厚すぎる、うん、油が乗っとるって言うとったけど本当に乗っとるな、やべえこれ、キフさん、ああこの今釣ったサワラ今さばいて、うん、これ娘さんとか奥さんに食べさせたって、そうだな、高橋さんがこれさばいて
これ刺身でも切っても食えるし、塩焼き、バター焼き、ムニエル、西京漬けで冷凍してた、これ毎晩食ったって。ありがとう。うん、これ持って帰ったって、これ。